雑種か。ケレスに戻れ。待ちやがれ。別に俺はな、棚倉のエリート様だろうとなんだろうと借りは作らねえ主義なんだ。そんなに見てねえでついてこい。車なんかねえからな、歩いてもらうぜ。早く済ましまおうぜ。俺は借りを返しに来ただけなんだから。体で借りを返そうというのか。なるほど、雑種らしいやり方だ。雑種だから何だってんだ。好きでスラムに生まれたんじゃねえよ。他に返せるものがねえんだよ。あいにくだがな、私はスラムの雑種に手を出すほど不自由はしていない。それほど言うのなら支払ってもらおうか。裸になって壁に立て。心配するな、楽しませてもらうよ。いや、そんなただのブロンディス。あれのことですか。あれはスラムの雑種です。ペット管理法の適用はできませんではありませんか。わざと見逃してやったのがお気に召しません。今さら警告の必要もないでしょう。遅かったじゃないか。ユピテルに何か言われたな。ああ。図星か。だから俺がもうやめろって言ったじゃないか。いいか、これがお前、これがリ。つまり私はチェックがかかっているのにポーンを取りに行く愚かなナイトってわけか。わかった。もう何も言うな。失礼します。お客様がお見えです。ケレスの雑種でキリエという。下のロビーで待たせておけ。いや、カッツを呼んで相手をさせろ。たかがファニチャーのお前がここまでやるとはな。いい腕だ。切り落とすには惜しい。イヤソンを甘く見るな。リキを連れ戻す。なぜだ。ジーやったのではないのか。三年だぞ、ラウール。リキを飼いならすのに。それだけかかった。ペットリングを外したのはちょっと息抜きさせてやろうと思ったからだ。私はリキを手放したつもりはない。たかが雑種ごときでブロンディの地位を棒に振るのか。ユピテルか。だが私は仕事上でミスしたことは一度もない。今までも、そしてこれからもだ。それに比べれば雑種のペットなど小さい問題に過ぎん。お前の頭をいじる羽目になるのは俺なんだからな。おい、聞いてるのか。もし私がリキを愛していると言ったら笑うか、ラウール。久しぶりだな。お前を迎えに来たんだ。そうか、それでバイソンを潰したのか。仲間を返せよ。返してやるよ、歩けるようになったらな。
さあな、ペットにするかミダスに売り飛ばすか、ちょっと頭をいじって聞き分けのいいセックスドールにしてもいい。冗談だろう。私が冗談を言ったことがあるか。無傷で返してやってもいいぞ。俺にどうしろって言うんだよ。エオスに戻れ。遊びは終わりだ。お前は今までも、そしてこれからも私のペットだ。何を怯えている。私が手荒な真似をしたことがあるか。世界が崩れ落ちようともな。どうした、言ってみろ。してくれよ。そう、それでいい。キキ、いいえ、我々こそ連邦政府のご理解と骨折りには常々感謝しておりますよ。ハザルだ。いつもながらの鮮やかなお手並み感服いたします。連邦の重鎮であられるハザール殿にそう持ち上げられると、何やら後が怖い気がしますが、ビップには最高のもてなしを。それがユピテルの意志です。ご希望が終わりでしたら何なりと存分にお楽しみいただけるよう取り計らわせていただきますよ。いやー、それはどうも。ちょっと失礼。イアソン、何かあったのか。大したことじゃない。お前が付き合うことはないんだぞ、ラウール。構わないでくれ。おべんちゃらにブロンディだ。我々とは違う。あっさり片付けてしまってよかったのか。どうせ雑魚だ。捕らえたところで新たな情報が得られるとは。なんだ。お前はこの棚倉を仕切るシンジケートの要だ。簡単にすげ替えられる首はない。お前が欠けるということは棚倉の屋台骨が揺らぐという。言ったはずだぞ、ラウール。リキとのことで今さらお前と議論する気はないと。ブロンディの責務をパーフェクトにこなしている限り、たとえユピテルといえども私のプライベートに口を挟む権利はない。お前を縛るペットリングはもうない。戻るがいい、ケレス。一年だけの自由をお前にやろう。またここか。今日も一歩も出なかったそうだな。大した進歩だな。まあ私はどちらでも一向に構わんがな。お前が私のペットだと自覚さえしていればな。汚ねて使いやがったくせして、今さら自覚も減ったくれもあるかよ。そうだ、忘れるな。お前は私のペットだ。ここでペットリングがお前の肉を噛んでいる限り、お前は私のものだ。誰が何と言おうと、お前が誰を思っていようと。スラムの雑種にはエオスの水はよほど合わんと見える。このままでは窒息しそうだと泣きを入れてきた。あの力がこの私だから、まだ使えそうならその分だけ首の鎖を伸ばしてやってもいいと思っている。ジャンの秘密が秘密でなくなるだけのことだ。お前に任せる以上口は出さん。あれが羽目を外さん限りな。エオスで窒息させるよりもマシだろう。それほどまでに力がお好きなのですか。では頼んだぞ、カッツェン。カッツェか。どうした。何、
いつだ。わかった。いや、お前が表だって動く必要はない。これはプライベートだ。わかったな、カッツ。外へ出たとでも言うのか。だとしたらどこだ。いや、別に。ユピテルに呼び出しを食らったそうだな。規則破りにもそれなりに暗黙のルールがあるはずだ。アパティアに力を囲ったことか。彼にもそう言われたよ。イアソン・ミンクの名がなくとな。名乗れ。名乗ったってどうせあんたには分かんねえだろう。大事なもん返してやるぜ。水曜15時ダナバーン入り口だ。分かったな。なるほど、お前か。ガイとか言ったな。ペアリングパートナーだった男が今になってナイト気取りか。まさかこんなところに力を押し込めていたわけじゃないだろうな。が、自分のペットを気にかけるのに何か理屈がいるとでも言うのか。前置きはそれくらいでよかろう。さあ、力を返してもらおうか。どこに隠している。返してもらおう。あれは私のペット。取れよ。返したぜ。確かにな。貴様、ぶち殺してやる。ねえ。力はどこだ。手を出さねえって。当然の報いだろう。カイリキ、どうした。切れてしまった奴のしたことにこれ以上付き合うこともあるまい。さ、リキ。それほどまでにあいつが好き。ほら、クズ以下になっちまう。生きていけねえよ。
手でも行くさ。ガイを連れて行け。時間がないぞ。1年だけの自由をお前にやろう。私はただ待っていよう。その時をお前が真に私のものになる、その瞬間。リッキー、なぜ一人じゃ退屈だろう。話し相手が欲しいんじゃねえかと思ってさ。うるさけりゃ言ってくれ、黙るから。足にじゃれつくのは趣味じゃねえけど、じっとうずくまってるぐらい俺にもできる。やるかい？そうだな。お前と二人きりでラストスモーキングも悪くない。これが俺たちにとっての最後の。